誰が行きますか。サネコさん。サネコさん。多いよ多いよ。実際に検討してるって言ってましたから。はい。はい。はい、さあ、どちらですか。どの国ですか。こちらはですね、ウクライナの作家なんですね。素敵。それは何だろう。ナディンさんっていう作家さんなんですけども、はい、こちら実はあの木を、モチーフにした、ね、結構抽象的に描かれてる絵になります。で、彼女はですね、もう今ウクライナってやっぱり大変じゃないですか。うん、まあそういった中でですね、かなり、今弊社の方でもすごい売れっ子でして、うん、弊社のスタッフも作品購入してるぐらいなんですね。で、今回その金子さんに結構おすすめポイントというのはですね、はい、やはりその金子さん、いろいろその政治家としてもコメンテーターとしてもご活躍がすごくて、いろんな人たちをこうエナジャイズ、その元気にしている、そういった印象をもとにこの作品選ばさせていただきました。サイズとか。いや、サイズは結構これ、そうですね、結構大きめです。こちらですね、はい、サイズが80センチ×120センチ。でもね、はい、ちょっと待って、うち、新しいうち知ってますっていうくらい、イメージ的に本当にね、大きいので、それでこういう抽象的なものも探してて、はい、夫がなんかそのパワーを、逆に今パワーを与えてるっておっしゃいましたよ。パワーをもらえるような絵を、本当に探してたんですよ。はい、あ、本当ですか。起きた瞬間に。さあ、お値段行きましょうか。待って、お願いします。お願いします。おぉ、リアルに、いい感じじゃないですか。思ったよ。私も、ねえ、あら、これ何年の作品になるんですか、はい、こちらですね、こちらは、すいません、2021年とかの作品だと思いますね。はい。これは、ちょっともう、まあ結構生々しい値段ですけど。そうですね。ってね、やっぱ世界に1点しかないっていうところがあるんで、僕からすると120センチ×80センチでこの値段ってなると、まあかなり。ね、しかもウクライナの方が書かれてて、なんかそのドラマ、ストーリーもいいので、これもデート、放送終わったらすぐ宮城電話を戻して、はい。理由見つかったぞって。そうですね。今日は生々しい感じになってます。森本さん？森本さん。森本さんはアート買ってるからうるさいですよ。そうだね。いいの。楽しみです。あら。こっちか。こちらの作家様なんですけども、鎌切子さんと申しまして、その内面の強さを、が強いその女性を描く。で、それで昔美人画って、あ、昔というか今もあるんですけど、美人画ってあるじゃないですか。それを再構築するっていう形で、今流行りの、まあ、二次元派っていう、こういったスタイルでですね、まあ言ってみたらアニメだとかイラストとか、そういった形で、美人画の再構築をしている作家さんなんです。で、やはりその内面の強さと、そういった形で言うと、もちろん森本さん、起業家としても、いろいろ、最低じゃないですか、はい。そういったところをちょっと考えてですね、さらに先ほどアートも購入されていると、こちら、めちゃくちゃ売れっ子のアーティストです。はい。どうですか、この、女性。実はこちら男性なんですね、アーティストは。そうなんですね。はい、アーティストアーティストが男性で、こちら、はい。が男性が描かれてる。はい、そうです、そうです。あまり私が今まで買ってきた絵とのテイストがちょっと違うので、逆に、あ、こういうのもあるんだ。多分部屋に全然違う風が吹く気がします。そうですね。実はここだけの話なんですけども、結構著名な芸能人の方もコレクションされています。そうなんですよ、ね。さあ、お値段行きましょう。おいくら？おー。生々しい。生々しい。いや、いいんじゃないですか。サイズはどのくらいですか、これは。こちらですね、サイズは、50センチ×73センチですね。これよりちょうどいいかもしれないですね。あ、かわいい。これね、ケンさんにお伺いしたいんですけど、はいはい、アートにとっての値段っていうのは、一つの市場価値ではありますけど、作品の優劣ではないですよね。あ、それも全く違いますよ。それこそ、その、誰にとって価値があるかっていうことで言えば、この岡崎さんに書いていただいた僕の作品なんかは決してその値段は高くないですけど、じゃあこれを100万1000万で売ってくれって言われた時に、いや売らないって言えるかどうかっていうのが一番重要な価値なわけですよ。だから僕はもしかしたら1000万って言われたら売ってしまうかもしれないですけどまあでもやっぱり価値っていうのは値段だけではないっていうのがアートの面白さですよね。はい、私も選んでいただいたんですか。はい、はい、もちろんです。期待できるな。おお、ですね、これ。ユグドラシル。自分の方なんですか？こちらですね、青井圭さんという作家なんですけども。絵画ですか、これ。はい。
絵画ですか？これ絵画です。で、彼女もともと写実って言われる、まあ、いわゆる本当にこう写し取ったような、その作品を描くことを最初してたんですけども、その中から、それだけじゃなくて、見えないものも写し出したいっていうような思いでこれ作ったんですね。で、これが結構、福川さんと、こう共通点があるなと思うのが、実はこの作品、美濃和紙が使われているんです。美濃和紙、はい。で、福川さんの、その書籍の中で、その美濃和紙との出会いだとか、いうのが、ちょっと、その前、はい、知ってですね。ありがとうございます。雪の結晶じゃないですけど、これ、なんていうんですか、マークがね、ありますよね。そうですね、はい。これね、統一感がね、ありますし。確かにそうですね。あれが美濃和紙の部分ですね。どうですか？じゃあお値段伺ってもいいですか？そうですね、はい、こちらの金額に気に当たったのか、いや、まあでも 9.5 系だから、ね、9点なので、はい、ちょっとじゃあ私も終わりしたらケンスケさんに相談したいと思います。ケンスケとね、分けてね、分けて、いやでもやっぱり選んでくださるのも嬉しいですね。そうですね、すごい嬉しい、ただ1万円からいけるのが1個もなかったっていういやでももっとなんか桁違いのものがね溢れてるかと思って、実際だから取り扱い点数でいうともう数千とか、いや9万点以上ございます。はい、それ探すのもでもお手伝いしてくださるんですよね。もちろんです。ちなみに一番安いのが1万円ぐらいからで、ちなみに一番高いのはどのくらい？一番高いもので販売実績があるものとしては2000万円になりますね。これでも例えば私がね、今紹介されたものをこう購入するとして、はい、だけどそれをプリントした T シャツを作ったりしてはいけないんですか？いけないです。著作権は違うところにあるわけですよね。はい、作家さんにございます。健太さん、ここも大事ですよね。ただね、結構やってる人多い。でもまあ、露骨に販売とか。そうですね。そういうことをしないでいただければ、まあ、ただ意外とね、絵はがき勝手に作って売っちゃってる人とかいたりするんで。で、本来ダメ。本当はダメなんですけど、まあ、そうですね。そういったところもですね、弊社に登録されていると、アーティストを保護したりだとか。大事ですよね。はい、アーティストにとっても、そのトライセラで販売するっていうのは、結構いいことがあるんですよね。このバラダン視聴者に何かおすすめ情報などありますか？そうですね。今回だけ特別にクーポン用意させて。いいですよ、この10%は。バラ色と入れていただく。はい。バラ色とクーポンコード、決済画面で入れていただければ適用となります。うん、このクーポンコード打つタイミングがね、たまに最初だって分かりにくい時があるんですけど、どこ分かりなかった時はチャットでお問い合わせください。これケンスケじゃ安くなるんですか？ケンスケだと安くなるわけないでしょ。いや、勉強になりました。はい、健太さんも優秀さんもありがとうございました。ありがとうございました。完売芸術館でした。はい、あーでもね、ウクライナ今日のちょっと洋服